はい、どうもこんにちは、森本です。今回はですね、整備じゃなくて、車の紹介というか、この後ろに映っているこのトゥデイ、このトゥデイですね、僕が6年以上かな、結構前に譲り受けたものなんですけれども、もしかしたら動画でちらっと映ることもあったと思います。でこのトゥデイ、ちょっとバラして遊んでたんですけれども、ほったらかしにしてたんですね。ナンバーも取らずにバラして特に走りもせずにバラしたまんまでほったらかしにしてたんで、ちょっとですね、なんかかわいそうだなということで、今になってですね、今まで放ってたんですけれども、ちょっと手を加えて直してあげて、目標はちゃんとナンバー取って走れるようにしようと、動かないわけじゃないんで、そんな修理する箇所はないんですけれども、ちゃんとナンバー取って走るまでにしようかなという目標がちょっとできましたんで、その様子をですね、どれだけシリーズになるか分からないんですけれども、ちょこちょこと、こういうのも取っていこうと思います。じゃあですね、今の現状をちょっと、紹介したいと思います。トゥデイなんですけれども、一応ですね、なぜかなんかパワーステアリングついてますね。こんなんいらないんですけどね、パワーステアリングいらねえな、パワーステアリング外そうかなパワーステレスでもで壊れてるんですよね、このパワーステ。ちょっとこれ修理するというよりパワーステレスにできないかなというのを考えてます。でエアコンもついてるんですけれども、ガス漏れか何かで壊れてます。でエアコンも別にいらねえかなっていう気分が しますんで、エアコンも取っちゃおうかなと。でエンジンの方はですね、特に異常はないというか、エンジンかかるんで、このままでいいかな、とりあえずなんか外そうかなという感じですね。シンプルにまとめたいということで、とりあえずパワーステとエアコンを外すという、快適装備をどんどん削っていこうかなという考えではいます。で車内はこうやってダッシュボードを下ろしてますけれども、何をしようかなと、下ろしたらいいんですけれども、6年前僕は一体何を思ってこのダッシュボードを下ろしたのかが思い出せません。なんで下ろしたんだろう降りてます。でステアリングはもうボロボロなんで、これ買えるんですけれども、これ適当なの探します。なんで僕これダッシュボード下ろしたんだろう、ちょっとね5年前の僕に聞きたいですね。で細かな部品を外してるんですけれども、6年前に外した部品なんで元に戻せるかちょっと不安です。多分その当時の僕が横着して適当に部品分ばらして言ったように整理整頓せずにこの箱にぶっ込んでたら、今戻せる自信がちょっとないです。分かりますけどね、大体見れば。でヘッドライトはですね、外してなんかコーティングかなんかしてたかな、そんなことしてたぐらいですかね。一番はこのサフ吹いてますけども、これ単純に錆びなくするためだけで、特に何もしてないです。板金をしてないです。板金完了してないです。なんで、ちょっと板金を完了させたいなと。結構周りボコボコだったんで、板金を終わらして色塗ってあげて、で色塗って、あとは走れるように全体メンテですね。そのあたりを進めていこうと思います。ただですね、これ4速ミッションなのを5速ミッションに換装したのは、僕なんかそんなことしたなって覚えてたんで、これ5速になってるんですね。本来なら4速ミッションでした。それぐらいしか記憶がないんですよね。多分足回りもなんかダウンサスなのか何かを組んだ覚えがあるんで、こんな車高ちょっと低くなってるんで、多分ダウンサス組んでます。そんなところかな。コードは変えてますね。こういうことしてるぐらいです。プラグも変えたのかな、多分。そういうことします。ちょこちょこやってるんですけれども、ちょっとね、さすがにこれでは公道走れる状態じゃないので、車検もですね、平成20年8月で終わってますね。この車を夏休みの自由研究で僕の宿題なんで、夏休みの自由研究ということで、ちょっと遊びがてら直していこうかなと。でこのトゥデイ、部品とかなんかパーツ出るのかなってちょっと不安はあるんですけれども、その不安というか、それも楽しみながらなんかやっていこうかなとは思います。はい、そんな感じで
今日は整備じゃなくて、単純に、こんな車持ってて、まあ、ちょっと遊んでみようかなというための動画です。はい、というわけでですね、僕のモチベーションがあるうちに、こうやって動画に撮っておけば、嫌でもやらないといけなくなっちゃうんで、中途半端に終わってて不憫なんで、まあ、せめてナンバー取って走れるようにして、まあ、僕の、まあ、ちょこっと走りの足にでもしようかなと思います。はい、そんな感じで、今日は何の動画か分かんないんですけども、まあ、こんな感じでこんな車ちょっとだんだんと直していこうかなというためだけの動画です。はい、というわけで、今回の動画は以上になります。よろしければ、動画の高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。